皆さんこんにちは、講師の松里です。今回のパート1の対策とトレーニングは私が担当します。パート1で今後いい点数を取るための重要な戦略とコツについての説明をこれから行いますが、始める前にまずはパート1オーバービュー概要から始めます。このパート1のオーバービューでは3つのことを説明します。この3つというのはパート1攻略にとっての非常に重要な鍵を握る3点と考えてください。今回取り上げる3ポイント、1つ目はトイックテストを一度も受けたことがない方、パート1がどんな内容か知らないという方のためパート1で出題される問題の紹介をします。第2に、パート1で実際問題を解くとき必ず守っていただきたいルール、解き方のポイントをご説明します。当然ですが問題は正しく解いていかないといけないので、これに関してはすでにトイックテストを受けたことがある方、まだ目標点取れてないならば考えられる原因が2つあると考えてください。1つは当然目標点取るための英語力、まだ英語力が足りない。実はもう一つの原因となるのが問題の解き方を間違えている可能性です。英語力ではなく解き方さえ間違えなければ取れる点数かもしれないので、その点についてはこのルールよく確認してください。そして最後にオーバービューのまとめですが、これから具体的に解説していく戦略、問題を解くためのストラタジーをまとめます。では早速ですがパート1問題解説からです。パート1ではフォトグラフスまたは写真描写問題と言われていて、問題数は10問です。実際のテスト用紙にはこのような写真のみが印刷されていて、写真ごとに選択肢は4つ A、B、C、D と流れます。大事なのはこの4つの選択肢の中からこの絵を正しく描写している選択肢を選ぶんです。正しい選択肢を選べれば正解、すなわち加点。もし間違えた場合減点はないので点数がもらえないだけです。はい、それではこのパートの攻略の鍵を握っていると先ほど申し上げたルールについてですが、始める前にまずは皆さんに考えていただきたいことがあります。パート1で何が重要か、当然ですが皆様の中には問題解いて正解することが重要と考えている人もいると思います。もちろん正解することは大事です。ただしこのパート1では問題を解きいかに簡単に正解できるか、簡単という部分にこだわります。なぜ簡単にこだわるか、理由はリスニングセクションにはパート1だけでなくパート2、3、4と計4パートにわたってのセクションです。問題数は100問です。100問のセクションのパート1は最初の10問です。なのでこの最初の10問を解くにあたって成績とは別にですが、必要以上のことをしてしまい集中力を使い果たしてしまうと、その後パート2、3、4に関して問題は当然ですが解きづらくなります。今回はパート1、いかに楽に、いかに簡単に、いかに集中せずに問題を解いていくかを重視します。では次に問題を簡単に解くためにも第2のルールは、流れてくる選択肢を一語一句は追わないでください。選択肢一語一句聞く必要がまずそもそもないので、選択肢を一語一句聞く必要がないだけでなく、実は選択肢を一語一句聞くと引っ掛けを聞いてしまいます。引っ掛けに関する考えは簡単です。聞かなければ引っ掛かりません。引っ掛かる理由は引っ掛け部分を実際聞いてしまっているからです。なのでこの第2のルールを守ることにより選択肢一語一句聞かないでいい分簡単に問題は解けるし、引っ掛かる危険性、問題を実際間違うリスクが減ります。では最後に第3のルール、これは選択肢を一語一句聞かずにどう問題を解くかですが、消去法です。選択肢 A から D の中で答えでないと分かった選択肢はその時点で消去することにより聞かずに済みます。選択肢の消去法については無駄な部分を聞かないでいいというメリット一つと、実はもう一つ、答えが必ず分かるとは限りません。
答えとなる選択肢内に含まれているキーワードやボキャブラリーをもし知らなくても周りの選択肢、残りの選択肢3つが答えでないと気づいていれば、結果残っているその1つの選択肢を選ぶことによって分からない答えが正解できたということになります。なので最初にも申し上げた通り、簡単にここでの10問を解いていくためにはこの3つのルール、集中力を無駄に使わないよう一語一句聞かず、そして消去法で問題を解いていきましょう。それではこれからこのルールをベースにどんなストラタジー、具体的な戦略を簡単にですが紹介します。この今から解説する戦略というのは当然ですが、この後各ストラタジーごとに詳しく例文も使って説明していきますが、まずはまとめです。パート1攻略法はこの先回りと待ち伏せです。すでにトイックを受けたことがあるという方、もうこれは自分もすでにやっているというかもしれません。実際の試験ではあらかじめ10枚の写真を先に一通り見ている、一つ先の写真を必ずチェックしているという方、実はそれは先回りです。待ち伏せではないので、問題を見ただけでは、絵を見て確認しただけでは実際に待ち伏せしてない分答えやすくはなっていません。問題は見て待ち伏せするというのがテクニックです。その待ち伏せというのは具体的にこの3つをすることなんです。なので写真を見ているだけでなく、見た写真のまずはタイプ、どんなタイプの問題かによって実は聞くべきポイントが決まっています。なので写真を確認し、タイプを特定し、で気をつけるべき、聞き取るべきキーワード、ポイントなどを決めます。決めた瞬間その一言を待てばいいので、その一言を待ち伏せできます。聞くべきポイントが決まったら、そのポイント、キーワードをあとは待てばいいんです。流れるのを待っててください。そしてその待ってる間、常に問題は消去法で解きたいので、引っ掛けに気をつけないといけません。この引っ掛けというのもとても大事なパート1攻略のポイントなので、ストラタジーで解説しますが、引っ掛けにさえ気をつけてれば、そのあらかじめ決めてある一言、キーワード一つでその問題は解けます。では詳しくはこの後ストラタジーで解説します。